ガクト君は福島県郡山市の公式イメージキャラクター。郡山市が取り組む音楽都市、東北のウィーンガクト郡山を PR する目的で、その目的にふさわしいキャラクターとしてデザイン及び名称が公募された。郡山市三枚の朝か舞を連想させる稲穂トレードマークに音楽都市をイメージした音符が描かれた帽子を被っている。性別は男で、 人懐っこく楽しいことが大好き、ジャンルを問わず音楽好きという設定がなされている。なお、言葉を話すことはできない。2010年3月20日に、郡山カルチャーパークで誕生祭と称してお披露目され、菊田小マーチングバンド部の演奏の指揮を務めた。その後郡山市内の主要イベントを中心に出場し、市の PR 活動等を行っている。 平成22年4月18日の開成さん、球場リニューアルオープン時には、市長の始球式のバッター役になった。合唱、演奏イベント等では指揮者に噴して参加している。同年冬の氷山駅前のイルミネーションには、ガクトん模様のものも飾られるようになった。また、いわゆるゆる、キャラとして、ヒコニャニアセント君との対面なども行われている。 2013年11月12日には妹のオンプちゃんが誕生した。2015年3月20日にはテーマソング、羽畑、たけ、ガクト君の CD を発売した。ありがとうございます。